毎回おまけから始まるわけじゃないんだからね。どうもこんにちは、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、私のお気に入りミドルタンク、ソ連のティア6、アーソーラクトリーです。ペシペシ砲搭載の快速戦車ですね。もう私の動画ではおなじみでしょうか。プラトーンメンバーは、クロムウェルを使うクリオス、山田さん。そうです、今回は久しぶりに、以前に、快速トリオを名乗っていたあれをやりたいと思います。さーて、東側から一気に攻めちゃうか。いやいやクリオス、今回は敵のヘビータンクが少ないし、西側を一気に押した方がいいんじゃね？お前天才か？確かにそうだな、そうすんべ。わかりました。で、スタイル、どういくよ？オイラは1ライン側から大回りに攻めるから、クロムの2人が2ラインよりからさっさと姿見せて、陽動をしてくれるといいんだけど。お前の戦車のが安定した性能があるしな、了解だぜ、しっかり頼むよな。スタイルさん、無茶しないでね。山田さん、その言葉、そのまま返しますからね。え？実はこの、快速トリオをまた見たいですって声、結構多かったんですよね。でも誰かさんがオットをやらない時期があったり、クロムを手放していたり、なかなか機会がなかったのですが、ここに再結成です。やめろ、そんな目で俺を見るんじゃない。え、オイラは何も、攻めてるわけじゃないんだよ。さあエルクだ、山田さん、行くぜ。オッスオッス。こういう面倒なのは、さっさとやるに限る。しばし待たれ、こっちももうじき落ちるからね。少しだれたな、一旦引くか。いやこのままいけると思うよ。カーベイをタイミングを見て強襲するからさ、そん時は援護頼むね。ロバーの方だよな。そうそう、オイラが詰めて倒すから、カーベイやジンやらをペシペシ打ちながら、オイラから遠ざけてくれよ。おうよ、任せた任せろ。さて、カーベイドバーは撃ったな。このままラッシュで一気に潰そう。で、任せたよ。一緒に行きますね。綺麗だろうよ山田。え？ドバーはスタイルだけでいける。だから俺らは弾幕でスタイルの援護だ。しっかり守るんだよ。まったく、他の話を聞かない山田さんである。まあいいか、このままアジンだ。もちろんだぜ。ペシペシ行くからな。よし、一歩上がり。おまけにあれもいただくか。ここらでステイだな。少し東側が上がるのを待とう。了解、タイプ3、4式だけやっちゃってからだけど了解だ。深追い気味だがこいつだけはやっちまおう。よし、てや、クロムウェルが来てる。クロムは了解だ、一緒にやっちまうぞ。援護頼むね。ペシペシなめんなよ。排気に止まった止まった。どすこーい。ごっさいです。お粗末様でした。これで取りまか企画か。そうだね、ここからはヘルスも減ってるし、丁寧に攻めていこう。やっと停車できた。あれだこれだと指示を出しながら臨機応変に戦うのって、結構疲れるんだよね。そういう丁寧な報告、連絡こそが、正体での行動を、何倍にも引き立てるんだよな。しっかり口に出しながら行動することこそが、正体活動だよねー。無口はダメだよな、無口は。人の話を聞かないとかはありえないよな。いかんいかん、すみません、動きをつけます。残るは T3485 か、もう少しダメージを取っておきたいな。あ、これはダメだな。もっと丁寧に行かないと死んじまう。砲塔を引きつけながら戦うぞ。むやみに攻めるな。カチカチ勢で舐めてたぜ。了解だよ。おい山田、聞いてるか。そんなに攻めたら死んじまうぞお前。なんでじゃあ。バカ野郎、砲塔向いてるのに攻めるなって言ってんだろうが。おかげであいつ、絶好ロマンになっちまった。うわぁ。相変わらずの山田さんだったな。だったね、戦友が台無しだよ。もっと話を聞きましょう。報告をしましょう。これだな。それだね。戦闘結果です。2バッジとファイターをゲット。久しぶりの快速トリオ、遺憾なく暴れることができましたね。久しぶりに、これぞ正体、という動きを見せることができたのではないでしょうか。クロムウェルは高性能が弱いので、機動力を活かした陽動がメイン。アーソーラクプリーは、やや硬いのと、ダメージをベシベシと取れることから、クロムが気を引いてるうちにお掃除。これこそが、私が呼ぶ、快速トリオの真骨頂な気がしております。もう少し山田さんが話を聞いて、勝ち報告をまめにしてくれるとまだまだ強くなれそうなんですけどね。全体成績はプラで首位に入り込み、合計11両の撃破に成功。山田さんが生き残れば、堂々の戦友。
あと1両やれれば、重大な貢献の称号が取れたので、やや惜しい結果でしたが、楽しかったので良しとしましょう。また気が向いたら、快速トリオで動画を上げられたらと思います。以上、今回は短い戦いでしたが、最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、クリオスの動画のご視聴もお待ちしております。次回も楽しい時間をご提供できるよう、頑張っていきたいと思います。また少々お時間をくださいね。ではでは皆様。まったねー。